幹事社の NHK の安井です。年頭の最初の会見ということで、まずは大臣の年頭所感と、今年のこう抱負をお伺いできればと思います。はい、ありがとうございます。年頭にあたっての所感ということでございまして、実は地元に3日の日に帰りまして、4日の日に地元のテレビ局のインタビューがありまして、所感を問われたときに申し上げたことと同じになるんですが、何といっても私は昨年の就任の挨拶のときに、今年はターニングポイントにしようということを幹部の皆様方にお話をしたところでありました。そして今年はいよいよそのターニングポイント、もう曲がったところになったから、今年はいよいよ実行の年にするぞと、いうことを申し上げました。何を実行していくのかというと、食料の安全保障について、昨年いろんな議論をやってまいりましたし、また、基本法の改正に向けて、現在、基本法の、いわば点検というか、それをやっておるところでございますが、農林水産業基盤強化本部というのが、できまして、この中で食料の安全保障強化政策大綱が、策定されましたので、政府としての一定の方向が示すことができたと、こんなふうに思っております。総理からは食料農業農村基本法については改正案を来年度中に国会に提出することを視野に、今年の6月には、それの新たな展開方向をまとめようということでの指示があったところです。さらに、過度な生産資材の輸入依存からの脱却を図るために、構造転換対策などを継続的に講じていくということで、これも補正予算の中にも、あるいはまだ、これは閣議決定はしたんですけれども、来年度予算の中にも、そういったことを織り込んでいただきました。この大綱を踏まえまして、我が省としては、まず、食料農業農村基本法について、6月に向けて、国民的コンセンサスを形成できるように、各界各層からのご意見を幅広く伺い、議論を積み重ねてまいります。今、6回ぐらい、この部会を開いていただいて、やっていただいておりまして、日本にあるものを使って日本で生産していくというのを私、かねがね言っておるんですが、そういった構造転換対策について、本年は現場の農林漁業者の皆様と一緒に目に見える形で進めていきたいと思っております。嬉しい情報がちょうど帰りまして、4日の日が鹿児島の JA の仕事始め式だったんですが、その時に少し時間をくださいと言って、経済連の理事長が来ました。そしてその時に聞きましたのが、いよいよ鹿児島の堆肥を使ったペレットと、それから宮城県の稲わらの交換、ペレットが70トン、そして宮城からの稲わらが270トンということで、70トンと、270トンのバーター取引みたいになるんですが、そういうことをやって、先ほど申し上げました、日本にあるものを使って、日本で生産するというのを動き出していると、現場では、というふうに理解をいたしておりまして、大変嬉しいニュースを正月早々聞いたなと、こんなふうに思っているところでございまして、いよいよ目に見える形で進めていきたいというのを申し上げましたが、現場ではそういったようなもう動きが出てきていると。それから熊本の菊池農協もそういうことを、これは九州管内でありますが、やろうとしているところでございまして、まだ、数量だとか日にちとかいうのはまだ私伺っておりませんが、どんどんそういった形での動きが出てくるのではないかと、こんなふうに思っているところでございます。ありがとうございます。各社さんお願いします。
はい、どうぞ。あ、大臣、明けましておめでとうございます。朝日新聞の前川でございます。すいません、鳥インフルのことで一点。今朝も、新潟で、発生者と連絡をいただきまして、殺処分の対象となる発数も900万羽を超えました。あと、件数としても今、5ですか、6ですか。過去最多件数になったと思います。今、どのような、警戒体制をやっていらして、こう、過去最多になったことを受けて、どのような対策を、されていくか、教えてください。はい。まあ私は、まあ、今年になって3日の日に地元に帰ったんですが、それまではずっと東京におりました。あるいはまた副大臣なり、あるいは政務官も当番を決めて在京に当番ということで残ってもらいました。それはもう先ほどお話のあった鳥インフルが毎日みたいに出ておりましたので、初めて出てくるところのこの件については、知事と直接三役が、まあ、直接なり、あるいはまた、まあ、なんだっけ。ウェブで、話をするということをしておりましたので、誰か残っていようということでやりましたので、まあ、私どもはそれはもう当たり前の話ですが、畜産部の動物衛生課の人、職員の人たちは、まあ、正月なしだったんだろうな、と、こんなことを思い方でありますが、今お話がありましたように、今年のインフルエンザの状況は、昨日また出たんで、55事例、23件、23件で55事例、905万羽、の殺処分ということになってきまして、まあ過去最大だったのが、令和2年に52事例18件、件数も事例も少ないんですが、殺処分は987万羽ということで、まあこれは超えておりませんけれども、非常にこの令和2年の時と大体似たような形で来るのではないかなと。こんなふうに思っております。それで、まあ、これの対策でありますけれども、昨年、これは閣僚会議を開いていただきまして、農場における緊急消毒を、まずリスクの高い非発生圏から順次、全国的に実施していくと。まあ、感染が出たところだけではなくて、他の養鶏場についても、もう発生した件から順次全国的にその消毒をやろうと、緊急にやろうということで今やっていただいている最中でございまして、消毒機器の整備、あるいはため池というのがほとんどのところに、まあため池だけとは限らないんですが、発生した養鶏場の祖母を航空写真で見ますと、必ずそこの近くにため池等々があるというのが分かりましたので、こういったため池での野鳥の飛来防止対策などもやってくれと、あるいはそれは養鶏場だけじゃなくて、もう地域一体となった取り組みに対して、農水省としても支援をやりますと、まあいうことで今取り組んでいるところでございます。まあいずれにしましても、非発生圏であります北海道、兵庫県からも昨日、課金製品の香港、それからシンガポールへの輸出が、まあ、再開されました。まあ、北海道なり兵庫県も早くに感染したんですが、すべての、まあ、いわば処理が終わりまして、いよいよ香港なりシンガポールへの卵の輸出が再開されたと、まあ、いうことで、一方ではこういう喜ばしいニュースもありますので、ぜひ、また皆さん方も取り上げていただきたいなと思います。まあ、発生予防とまん延防止に今後とも全力で取り組んでまいりたいと思っておりますが、まあ、要は前々から申し上げているように、今年のやっぱりこのインフルエンザの感染というのは異常な状態でありまして、ちなみに申し上げますと、鹿児島県の1万数千羽来る鶴が1000羽、
死んでおりまして、これも異常な状態でありました。で、それで調べてくる、見ると全部鳥インフルに感染している鶴だというのことも判明いたしまして、だいたい10羽とか20羽は、だいたい今までも死んでいたんだそうですが、1000羽を超えるような鶴のその感染というのはもう聞いたことも見たこともないということで、地元の人たちも大変びっくりしておりまして、まあこういった野鳥が全国にこのウイルスを撒き散らしているんだろうなと、こんなふうに思います。よろしいですか？はい。ありがとうございます。大臣、その卵ですけど、卵価は、どうでしょう？落ち着いたでしょうか？はい。いつも皆さん方から卵価のことを聞いていただいて、昨年までは今の状況が長続きはしないで、年明けには下がっていきますよということを申し上げましたが、まあそのようになりました。12月末のちなみに申し上げますと、卵の値段は300円キロ、300円でありましたが、年明け1月5日には260円に下がりました。ですから、まあ、今までの下がり方とすると、まだ下がり方が足らないんですが、まあ、300円だったものが260円になったと、まあ、いうことでありますので、飼料価格の上昇に伴う価格転嫁や鳥インフルエンザの感染拡大によりまして、まあ、昨年よりは高い水準にはあります。260円ですから。まあ、これはだんだんまだ落ち着いてくると思います。量も大丈夫ですね。輸出もするわけですし。流通量も。はい。量的なものはですね、まだ不足しているということは、不足感というのはないんですが、ただ加工向け、マヨネーズなんかなんですが、では不足感が生じ始めているということで、聞いておりますけど、生食では聞いたことありません。ですから、皆さん方、時たまスーパー覗いていただければ、卵は、いっぱい並んでいるはずでございます。わかりました。ありがとうございます。はい。他ございますでしょうか。はい、どうぞ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。すいません。時事通信の磯部と申します。よろしくお願いします。ちょっと昨年末に、公取が、公表された、独禁法の優越的地位の乱用に関する緊急調査に関してちょっと質問させていただきます。こちらで、取引価格を協議する場を設けずに価格を据え置いたとして、JA 全農と三菱食品などが名指しされまして、改善を要請されたということがありました。こちらの受け止めと、まあ、もし農水省として何か対応されることがありましたら教えてください。それに加えてですね、その適正な価格転嫁というのは長年の課題だと思うんですけれども、政府が、まあ、これ以上できることがあるのかということを、何かその セーフティーネットや補助金制度との兼ね合いも含めて、適正な価格転嫁を進めるのに何がポイントとなるか、今、現時点での考えをお聞かせください。はい、ありがとうございました。これも前もお話があったんですが、その時も申し上げたんですけども、まあ、本来ならばやっぱりコストが上がった分は価格に転嫁していただいてということが一番望ましい姿だと私も思います。まあ、しかし今度はその痛みはどこに行くかというと消費者の皆さん方ですから、消費者の皆さん方のご理解も得てないとなかなかこの価格転嫁というのは難しいというふうに思っておりますが、ただ、先般、皆さん方のマスコミでも取り上げられました、価格転嫁の状況が、マスコミで流れました。それで、13社だったですかね。13事業者ですね。13事業者が出て、それで、全農もその中に入っていたもんですから、私もちょっと全農の方にお伺いをしてみました。そうしましたら、まあ、全農の、A コープ、いわゆるその、まあ、小売業のところの、A コープ関連のところで、そういう問題というか、価格転嫁がなかなかなされにくいという話を聞いて、あ、そういうことかと。だから全農という名前が出たんですが、
部署は、A コープの部署なんだそうです。で、これはもう皆さんもお分かりの通り、ああいうお店屋さんというのは、ほとんど店長が、大体の権限を持っておりまして、まあ、近隣の、そういう店の価格を見ながら、そして自分のところの価格を決めていくという、まあ、競争社会ですから、一番激しいのが小売業の、まあ、そういう店舗だと思いますが、そういったことで、なかなか価格転嫁をしたくても、価格転嫁ができないと。まあ、売れ行きが悪くなるということになっていくわけですから、そうするとそこの A コープの店の経営収支に大きな影響が出るんで、まあ、店長としては、これはもう転嫁できないと据え置こうという、まあ、判断をしたり、あるいは場合によっては、このまま行くと、全体的な赤字が大きくなっていくんで、価格転嫁をしないとなかなかこれは難しいなと、まあ、いうようなことはもう即判断をして、価格をその左右していくんですが、そういうことで A コープとして、まあ、例えばその全農の会長の方からあるいは全農のトップから価格転嫁をするなとかしろとかっていう指示は一切出ておりませんで、もう店長に任せてありますと、まあ、いうご返事でした。ですからそれはもうよく理解が、私も現場にいましたのでよくわかりますんで、それはそうだろうなと、上の方からそういう価格の指示というのは肥料だとか、あるいは飼料だとかっていうのは、これは全体的な話ですから、それはもうトップの方から会議を開いて、そして今年、来月からの餌の価格は、あるいは肥料の価格はこうしようというのが出るんですが、A コープなんかの場合は毎日の商品ですから、その日その日に変わっていくというのは、これはもう否めないことなんで、そうだったのかなということを思いました。だからそういう意味で組織的に価格転嫁はダメよとか、そういう形で彼らが決めたわけじゃなくて、そういう価格についてはもう店長に任してあるんで、店長の采配で価格転嫁ができなかったところもあったと、まあ、いうところは、これはもうそうだろうというふうに、まあ、妙に納得したんですけれども、まあ、そういう業界もあると。だから出ている13事業体は食品業がやっぱり一番多いんじゃなかったかなと思うんですが、あ、そうだ、あ、そうだね、はいはい、やっぱり食品の小売業が多くて3位ですね。一番は何でか分かりませんが、廃棄物の処理費、これが一番。2番目が電気機械器具製造業、そして飲食店が57だから3位になってますね。道路貨物運送業、あ、こっちがずっと上か。そうそう、飲食なんかは皆さん方の放送業も価格転嫁ができてなかったんですね。テレビラジオなんかの放送業も乗っておりまして、まあ、いろんなところがすぐにはその価格転嫁をしようとしてもなかなかできない、まあ、そこでご質問にありましたように、農水省として何やってんだと、まあ、いうことだと思いますが、まあ、我々はこれは政府全体の重要課題だと。これはまあ全てのところ、各省庁に関わる話ですから、関係省庁として、転嫁円滑化施策パッケージというのを政府としては作りまして、それで取り組みを進めておりまして、農水省も小売業に対して文書を私の名前で発送したわけでありますが、まあ、読みますと、既団体及び参加の関係者においては、労務費、原材料費及びエネルギーコストの上昇部分が取引価格に適正に反映されるようご協力をいただきたいと。まあ、協力の要請しかできないと。こういうふうにしなさいというのは、なかなか今度は
先ほど言いましたように、今度は消費者が買うわけですから、消費者の皆さん方のご理解も得ていかないと、一方的に価格を全部転嫁して、値上げしろとかいうふうにはなかなか難しいと思いますが、ただ昨日テレビを見ておりましたら、来月が一番値上がり品目が多い、4000品目ぐらいあると言ってましたね。まだ食料品なんかも含めて、だからまだまだ今から、そして、給料も上げるよって昨日経済3団体の賀詞交換会のいろんなインタビューがありまして、各有名な企業の社長さんなんかの談話も取れてましたけれど、給料相当やっぱり上げないといかんと、まあ、いうことを各社長おっしゃっておりましたので、そういう意味では給料も上がるんだろうと、まあ、今日先ほどうちの内部でも職員の人たちに人事勧告があなた方も出るが、多分上がってると思うよと、まあ皆さん方ののも今からですけれども、多分上がると思います。そうしないとやっぱりそこで働く人たちがもう参ってしまうと、まあ今まであんまり物価が上がらなかったからなんとか給料が上がらなくても皆さん方こらえてこられた方が多いと思うんですが、これだけ物価が上がっていくともう社員なりここの職員の人たちももう参ってしまうんで、そこはなんとか国全体で給料を上げて、そしてまた物価の方も適正な価格転嫁ができて、そしてお互いにウィンウィンの関係になっていかないとですね、一方的なことだけではできないというふうに思いますが、ただ問題は私は中小企業だと思います。昨日集まっておられました大企業の皆さん方はそれなりの経営努力もされてるし体力もありますけれど、さてさて7割を占める中小企業が本当にできるのかなという懸念は一つありますが、できるだけそういうところもぜひ賃上げもしていただいて、そして物価が上がった分は総理が言っておりますようにインフレ分については給料で賄えるというぐらいにしていかないと、我が日本のこの国民の皆さん方に強いるようなことだけではこれはまた問題だなと思います。他ございますでしょうか。あ、はいはい、どうぞ。日本農業新聞に来たもんです、はい、本年もよろしくお願いします。生乳の需給についてお伺いします。年末年始の需給緩和が懸念されておりましたけれども、実際の需給の動向はどうだったのかということと、まあ、今後の需給の見通しについて教えてください。はい、まだこの需給緩和についてはですね、明日からまた3連休がありますから、これが終わってみないとこの3連休までは続くだろうなと、まあ、いうふうに思っておりますが、大幅に緩和するのは、まあ、いわば3連休明けだろうと。こんなふうに、まあ、農水省としては判断をしております。ただ、引き続きやっぱり気を緩めることなく、業界との連携を密にしていきたいというふうに思っておりますが、業界からは処理不可能乳の発生などの大きな混乱は出てないと。こんなふうに聞いておりますので、ただ一部の地方紙の中に、廃棄したっていうのは、北海道で廃棄したっていうのは見ましたんで、ただそれもちょっと確認してみてくれということも言ったんですが、なかなか確認ができない。いわゆる捨てた現場を見てないということですから、そういうのが本当にあったかどうかという、まだ確認はしておりませんけれども、いずれにしても、まあ、そういうことが頻繁に起こらないようにしとかなきゃいかんと、まあ、いうことでありますので、まあ、生産者の皆さん方が、自分たちで拠出して、そしてその需給緩和をしていこうと、需給引き締めようということで、自らも取り組んでおられるし、そしてまた国の方としても、まあ、3月からですけれども、対策を打っていきたいと、需給についてはそう思っておりますので、まあ、落ち着いてくるのではないかと、こんな見通しは思っております。